こんにちは、カメです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は少し思考を変えてミルクウォーマーのレビューをしてみたいと思います。これからの時期、とっても美味しくなってくる温かいカフェオレを簡単に作ってくれるミルクウォーマーを買ってみました。実際に私がイベントとか行って使ってみた正直なところをお伝えできたらと思うんですけれども、やっぱりこうミルクを温めるとなると、エスプレッソマシンのようなああいうスチームとか、こう火に直接かけて温める方法があると思うんですけど、これは電気で温めてくれるという画期的なミルクウォーマーでございます。Amazon のサイトを見ているといろんな種類があったんですが、私はこちらのミルクウォーマーを買いました。決め手などはまた後ほど伝えていきたいんですけれども、コーヒーだけでなくて、こういったカフェオレとかお砂糖を入れたコーヒーもとっても美味しいので、今日はドリップではなくて、このミルクウォーマーを使いながらカフェオレを作っていきたいと思います。もしこの動画が少しでも役に立ったと思いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではやっていきましょう。今回私が購入したミルクウォーマーは、このケーンストーンというミルク泡立て器でございます。ミルク泡立て器と書いてある通り、ミルクを温めてくれるだけじゃなくて、カプチーノみたいなモコモコなミルクも作ってくれるそうです。でもう先にお伝えいたします。私がこのウォーマーを買ったのは、ホットミルクだけでも作れるっていうところに惹かれました。やっぱり泡ってちょっと好み分かれる部分だと思うんですよね。口当たりはふわふわでも、液体が入ってくる時はタイミングずれて舌をやけどしたりとか、過去に経験があるので、それよりかはやっぱりサラサラなカフェオレは楽しんで、カプチーノはやっぱり本物のというか、エスプレッソマシンで泡立てたシルクのような泡のラテを飲みたいなと思ったので、ドリップで、コーヒーを入れてる間はこのミルクウォーマーでカフェオレを作りたいと思います。実際にどのぐらいでミルクが温まるのか、チェックしていきたいと思います。はい、では牛乳をセットしました。今回はモコモコのフォームのモードでやってみたいと思います。では蓋をして、最初のボタンですね。ではタイマースタートです。おお、ミルクが回転してます。57秒です。2分切る速さですね。まあ先にミルクを温めておいてコーヒー注げばちょうどいいかなというふうに思います。どのぐらいモコモコなのか見ていきましょう。このフォームがすごいです。分厚い、すごい。いただきます。うん、あわほとんど泡ですね、これう
泡になってます。半分ぐらい泡ができるすごいですね。もっともう少しフォームを薄くとかもできると思うんですけど、正直こんだけ作って使ったの初めてなのでちょっと驚きました。結構固めの泡ですね。こうああ固めの泡です脈ではいつも通り、コーヒー入れながら温めて、カフェオレを作って飲んでいきたいと思います。コーヒーの方も準備をしていきたいと思います。皆さんはカフェオレコーヒー濃い派ですか、ミルクが強い派ですか。この前 SNS の方で投稿してみたらコーヒー強い派の意見が多かったんですが、私は今回1対1で入れていきたいと思います。今日使うのは無限のドリッパーですね、とウェーブのフィルターで、前回少し前に、使ってみたレシピ概要欄にございますので、よければチェックしてみてください。では抽出を始めます。まず先にミルクから温めていきます。ボタンを3回押すとオートミルクだけのモードになります。今の間にコーヒーを入れます。カフェオレ今日は 26g 使って結構細く引いてます。で、合計の中等量注ぐお湯の量は 100g です。まずは 30g のブラシです。間違えました、30秒のブラシです。 50g の注いで30秒の蒸らしでございます。あとは真ん中だけドーム崩さずに 10g ずつ注いでいきます。10秒に1回 10g を注ぐ、そんなレシピです。落ち切るのを待つだけです。これでコーヒーの方は完了しました。あとはミルクが温まるのを待つだけですが、できました。完成でございます。できました。これだと鍋とか洗わずに、まあ洗う必要はあるんですけど、こう火が使えない場所とかでも温かいカフェオレが飲める、こう本当にいいミルクウォーマーに出会えたと思います。ではいただきます。おいしいこう説明書読んでると大体60度ぐらいで止めてくれるらしいです。油温が、油
基本牛乳の温度60度ぐらいらしくて、なのでこう膜あるじゃないですか、それが貼る前に温め終わるので、こう飲みやすいカフェオレができます。どうしてもあの膜ってちょっと口に残ったりカップにひっついたりで、私はあまり好きじゃないので、サラサラ飲めるカフェオレが嬉しいです。なのでミルクの甘さがすごい際立ってますね。ブラック派ですけど、たまにカフェオレ飲みたくなりますよね。お砂糖を入れなくてもミルクの甘さで十分甘いですが、砂糖を加えても絶対美味しいです。マンデリン、今日マンデリンを入れました。インドネシアのコーヒーなんですけど、インドネシアってカフェオレめちゃめちゃいいんですね。美味しい。うん、最高です。もうちょっときっといいところがバランス的にあると思うんですけど、私はこのコーヒーの濃さとこのミルクの量が今とてもちょうどいいと思うので、よかったら試してみてください。ミルクが 100g です。ミルク 100g でコーヒーの注ぐ量も 100g ですけど、まあ豆が吸っちゃうので、まあ80とか出来上がりはそのぐらいだと思うんですけど、80から90ぐらいかだと思うんですけど、いやー美味しいです。もう少し多分コーヒー濃いと苦いカフェオレになると思うので、こうお客様にお届けするカフェオレとしては最適なのかなというふうに思います。ぜひ皆さんの好きなカフェオレのレシピコメント欄で教えてください。全部試したいと思います。いやー最高ですね。値段も1万円いかないぐらいですねだと思うので、この白っていうこのちょっと衛生的な色と、まあ、ドリップフォトが白なんで白にしたんですけど、そう割と気に入ってます。お客様にも喜んでいただけてるのかなっていうふうに思うので、私はしばらくこれからもこのミルクを使い続けたいと思います。これからの時期カフェオレ最高ですよ。ぜひおうちカフェで試してみてください。皆さんのおうちカフェ豊かなものになりますように。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これなんか洗うんですけど、水を使うときにめちゃめちゃ気を使います。というのも、この本体はいいんですけど、このボタンの部分ですねと裏の部分が水 NG なんですよ。なのでもう洗うのはゴシゴシっていうかスポンジで洗っていただいて、ゆすぐ時とかめっちゃ気を使ってください。変に水が入って壊れてしまうと悲しいので、そこだけ、まあ、使い勝手の悪いところといったらあれなんですけど、難しいところではあります。なので重ねてお伝えしますが、洗うのは難しいです。それでも美味しいカフェオレは飲めますので、ぜひお試しください。補足でした。